どうも、上市です。 M 市です。白黒テレビです。はい、ということで、前回に引き続きこの3人でリトルナイトメアの実況をやっていきたいと思いますよ。では早速いきましょうか。シックスちゃんよろしくね。はい、じゃあ階段をどんどん登っていきましょうかね。ライトつけよう。てって感じ。かわいい。テチテチ。テチテチ。テチ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 。ハムだろうな。ハムだそう。全然似てない。似てない。全然今のは似てない。ハムだろそう。練習すればいけるの。ニャンチューの方が似てる。ニャンチューだニャン。モノマネかまさせない。こんなにモノマネかまさせない。おっと。はい。また椅子のある。お。出たなお前。こいつなんだっけな。ノーム。あ、そうだノーム。あ、どこに消えた？あ、消えた。なんだこれ。よいしょ。なんか奥に続いてるね。そうですね。なんだ？この部屋から調べよう。あ、ここ踏むと開く系。椅子。あ、なるほど。椅子を掘ってきて踏む、押す、踏むで、行くと。なるほど。よいしょ。はい、到着。なんだ奥にでっかい目ん玉みたいなのあるけど、他はなんかあるか。飽きそう。ん？あ、いたぞ。ちっちゃいのノーム。あ、逃げやがった。まあ、後で。おお、あいつは。あの、上のボタンみたいなのが何？そうだね、これ押せそうだね。おいしょ。ほら、やっぱり。なんだ？あ、さっきの赤ちゃんの。あ、部屋だね、これ。お、ノームちゃん。カメラ？カメラだね。なんか監視されてるね。こいつら何？捕らえられてる的な？もう認知されちゃってんじゃん。ん？なんかいる。なんかいるね。なんだあれ。寝てる？食料庫みたいな。あんなところで。なんだろう。うん、階段。なんか洋風の。お、左に。あ、あれさ、最初の夢みたいなのに出てきた和服の女の人じゃない？怖い、こっち向かないよね。っていうか、鏡も割れてるのにあれ見れへんじゃねえのかな。まあいいか。こっち向かないよね。あ、おいしょ。あ、終わり？あー、ここで監視してるって感じなのかな。さて、じゃあノームちゃんをどこ行ったかな。あ、どこ行った。この後ろとかちゃんと閉めとこうね。あれ、いないね。どこ行っちゃったんだろう。うん、まあいっか。とりあえず先に進もう。くしゃみ出そう。お？するなら今して。出ない。おい、あ、いたし、のおむちゃん。お、待って。この子走れないんでしたっけ。走れるよ。どうやって走るんだっけ。これは走ってるんじゃないの。走ってない。どうやって走るんだっけ。あ、ここは走れないんだ。そう、四角を押しながらで走れると。ここ登れるな。あ、消えちゃった。なんかあるかい。なんも。お、登れるけど、さっきから消しちゃうな。あ、でも何もないな。何もないです、ね、これ以上。そこの扉か、開くかな、ここ。よいしょ。あれ、よいしょ。掴めない。ああ、ただぶら下がって遊ぶだけだった。さて、上にどんどん登っていって、あ、あるね、部屋が。部屋があるね。いや、あいつどこ行っちゃったんだろう。あ、ここから入れるじゃん。よいしょ。よいしょ。失礼します。変な音がしてますね。なんか怖いな、ここから。ジリジリ聞こえる。え、なんか部屋だね、これ。洗面台の位置高っ。あ、いたいたいた。え、高っ。全部高い位置が。背高いのかな、みんな。でもトイレの位置は割と低いよね。あ、ほんとだ。足短いのかな。ここはなんか、ここがあれで開けそうだね。映画飾ってある、あれなんだ。ワンちゃん、ワンちゃん、これ、うん、あ、ほんとだ。
ぶっさいくな犬やな。ディスるな。いやこれを引きずっていけばいいのかな。これだってシックスちゃんが入ってたやつじゃないと同じようなやつだよね。これあんま入んないんじゃないかな、荷物。よいしょ。でこれでこうか。え、そっち、え、そっち手前のここが開くのかと思ったわ。でかめのベーコンみたいなのが寝かされてるけど、これは登って、ああ、でここ登るのか。よいしょ。鍵がある。あ、本当だ。あれでどっか開く場所あったっけ、鍵必要なの。あ、つかノームとかすげえ絵描いてあるけど。本当だ。これどうやって行けばいいんだ。こう行って、そこの箱の上に降りられるかもしれない。とりあえずこっち降りて、そう、こうか。あ、これ行きすぎるとこ。あぶね。鍵でかで、これでよいしょ。お、行った。ごめんね、クスちゃん。顔から行ったけど頭強打した、ね、ちょっと無理しちゃったよ。で、これどうに使うんだ。水、水なんかちょっと足の音がポツポツと、なんか濡れてんの。ここら辺でなんか使う、使わないよね。右でも部屋あるよね。どっか鍵開ける場所があるのかな。ちょっと探そう。鍵使うとこあったかな。でもこの部屋から鍵持ちながらだと出れないよな。あ、普通に開くのかな、ここ。そこのさ、うん、横の棚ってさ、横の棚、これ引き出し開けられるの。いや、登れるだけだ。あ、でも上にあんのかな。登ってみて。えぇ、ー、こんな急に怖いカットインある。どうしたお前。何これ、どうした、みんな首つってんじゃん。何これ、この部屋で。あ、ズボンかい。星あるだけだよ。あー、びっくりした。アジビビらせ上手かよ。もう制作者の意のままだわ。本当だよ。超ビビっちゃったわ今。超焦った。え、でも他ないよね。どうやっていくのかな。ここは鍵穴とかなんかあるか。あ、開くんかい。あ、じゃあそこの奥であるのかな、使うのか。よいしょ。そそくさ行こう。なんか出てきそうで、そろそろ怖いな。あった。で、投げて、登って、で、ここで使うと。おー、なるほど。なんで鍵の位置はこんな低いんだよ。親切設計だね。なるほどね。入ってきてくださいと言わんばかりの。うん。お？なんだこの猿の人形。なんか使うのかな。お隣さん。トイストーリー3に出てきたやつだ。トソンって。これは届かないな。投げるの？あ、なるほど。こいつを投げて当たるか、これ。うい、超投げられんじゃん。すげえ。イエーイ。イエーイ。浮き出した、浮き出した。なんか、登ってきているとかじゃないよね。エレベーター。乗ってる？いや、さすがに乗ってないよね。あ、怖い。そろそろ、あ、あいつ、焦げちゃった。で、と、またボタン閉めなきゃいけない感じか、これ。猿持ってく感じっすね。猿を持ってきの。大活躍だ。これで当てると。あれ、飛ばない。さっきあんなに飛んだの。めっちゃ叩いてる。えい、あれ届かないな。めっちゃ鳴ってんな。うい、あ、オッケー、いった。なんか怖いからちょっと端っこの方に寄ってよう。この箱の下みたいなところ避難できない。避難しとく、ここ。うん。絶対バレるよね、こんな。かわいいや、隠れてるのかわいいね。あ、今なんかノームいたな。今エレベーター回ってたよ、ノーム。ヤマト？うん、右の方で。入ってこないよね。そろそろなんか出てきてもおかしくないんだよな。あ、ネズミちゃん、かわいい。さてと、あ、あ、また腹減ってきた。急激だな。急に来るね、腹減るのが。でも、なんか咳してたよ。咳？あ、腹減りすぎて咳込んでんじゃね。いや、だってさっきはさ、あれだったじゃん、ギューってなってたから。あ、ギューか。あ、でもギューギュー言ってる。あ、言ってる。お腹空いちゃった。しかも心臓の音半端ない。え、なんかあんのかな。そんなこと言われても何もないよ。ネズミ食う。ここの空気がすごい悪いとか。うわー、そういう系。どうしようもねえけどな。なんか、おーおーおー、やばい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 。シックスちゃん平気？ちょっとやばいんじゃない？頑張って。あ、やばい、うずくまっちゃった。言っても何もないよ。え、何もないよ。なんかあんのかな、この先に。
いやもうやばいやばいやばい、どんだけ急激に腹減るんだよ。あった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 、ネズミが肉食っと、あれあれちょっとください。でもなんかこっちに入ってきてくださいかのような感じに見えるのは俺だけか。やだこのアングル、やだ、え、なになに、怖いな、怖いね。手が伸びてきた。それ見ればわかるわな。捕まっちゃった。お、え、手。動きやべえぞ。あ、長手。あ、引きずってたやつか。つかなんかいろいろ捕まってるね、似たようなのが。いっぱいいんじゃん。これどうしよう、動けんの？動けないね。あ、起きた起きた。これは脱出しなきゃ。どうやって？あ、左右に振る感じ。なるほどなるほど。オッケー。どう考えても左右じゃねえべや。開いた。開いた開いた。開いた。でこれどうすればいいんだ？普通にこっち行っちゃっていいのかな？そっちの。あ、あれをごめんね。引っ張らして。多分これ引っ張れば先に進めそうじゃない？あからさまにあんじゃんなんか。こんなもんでいいか。よいしょ。いや。あれ。届かない。届かない。いや、いける。距離感がつかめないんだよね。いや、サボるのやめよう。あ、オッケー。下まで、下までね、しっかり。てか、船が傾いてるのか知らないんだけど、すっげえ斜める。オッケー。あー、オッケーオッケー。ほんと開いた。走らなきゃいけない感じかな、これ。ダメだ、これ何やだよ。あー、ダメだ、足つぶれる。これどうしたらいいんだろう。なんか下げるのかな。なんかあそこにぶら下げる系？走ったら間に合う？間に合わないよね。その子助けられないの？ああ、なるほど。あ、いやでも開けられないな。引っ張るしかできない。でもここ、あ、わかったぞ。振るんだろ、これ。振って振り子であそこに入る系だろ。そんな技術があるのか。ほら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 。でこれでよいしょ。あ、やべ、あ、入った。危ない危ない危ない。めっちゃギリギリやん。え、待って、踏まれた。え、死んだ。死んだ。嘘。振り子が足りなかった。死んだよね、これ多分。多分向きが逆だったってのがあります。あ、それだ。後ろ向きでジャンプしようとしたから。ここ超怖いんだけど。おててさん、ギリ、あ、ちょっと見えた。これ何、こいつらが何なの、食ってんのかな。食用、食用で捕まえてるのかな。何に使うんだろうね、それが。でも若干でかいサイズもいるよね、なんか。うん、なんだろうね、こいつらの大きさの違いは。さて、 OK。 じゃあさっきと同じように振り子でいきますか。もう二度と同じミスは繰り返さないぞ。面白すぎたわ。このゲーム始まって以来初めて死んだかもしれない。このゲーム死ぬんだね。でね、やっぱそういうゲームなんだね。死んだ感じもあんまなかったな。それが、ああみたいな。ん、死んだみたいな感じだと思う。ああみたいな感じ。じゃあ結構揺らさないといけないんだな。あんぐらいでいけるかと思ったんだけど。ちょっとどれぐらいまでいけるのかやってみようよ。OK。結構いける。あ、結構いけんじゃないこれ。もうやってるから分かってるよ、操作は。こんなもんかな。いきまーす。あ、待って待って待って、終わったわ。ぶねぶねぶね。ぶねあぶね。あれ、ギリギリ届かないのかな。もっと揺らせる。あ、つか、なんか、わ、なんだろう、揺らし方が違う。タイミングみたいなのがありそうです。タイミングか、難しいね。まさかこれでこんなに時間かかるとは思わなかったね。まさかの第一難関がここ。そうそうそう。さっきまですごいさ、あの死なずにさ来てたのにさ。あれなんかいい感じじゃない？いい感じ？いけるもん。あ、いた。よっしゃ。満足。あ、見えないな。ん？鉄、ここ開く？いや開かないな。どっかから、あ、ん？
僕特に何もないんだが、なんかこことか引っ張れたりするのかな。無理だよな。どうやんだろう。あ、ここ登れるのか。あー、なるほどなるほど。あ、で上から行く感じね。了解です。ぴょんぴょんと。いやだな、この岸本。これでバレるとかないよね。いや、もうさっきもっと大きいのとな。確かにガシャーン。さあ、奴がいるところに潜入しましたか。なんだこの布。地図？設計図？ん？いる。嫌がりますが、え、どうやって行けばいいんだろうこれ。さっきこいつの肖像があったな。後ろ通った。なんか目隠ししてるから行けるんじゃないこれ。え、気づいた気づいた。怖い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 。何何何、マジかよ。これ音でバレるのかな。そこにそこに、いやー、捕まってよ。なんか喋ってるし。音でバレるのかな、もしかして。昨日ちょっと一回しゃがんで待っとうかな。シックスちゃんがもう平然としてるわね。落ち着いてるよね。こういう状況に慣れてんのかな。そんな立て膝できないもん。つか下にもなんかいるよね、仲間。うん、何してんだろう。え、つか何を奥でぐるぐる巻きにしてんだあれ。調理してんじゃないの。え、マジで。その下の子たちを。ちょっと待って。っていうかそこに登ったの完全にミスだと思うんだよね。ダメかな。だって降りた瞬間音なんじゃん。あ、そっか。トンって言うよね、だって。檻の中に入っていた方がよかった。布の上歩くんじゃないかな。あ、布の上を歩けばいける。あ、音の上。さすが。さすがです。イエーイ。さて。ほらしげ。なんか。靴があって、あのなんか巻くやつあるよ。あ、本当だ。あれはあそこに差し込めばいいな。音でバレそう。ちょっと周り先に見させてもらおうかな。靴なんかいろいろ捨てられてる。ここだっ、あ、でもここは音鳴らなさそうだね。下がコンクリートみたいになってるから。普通にここで差し込んで、よいしょ。これ音でバレたりしないかな。めっちゃ体力ある。ね、すごい力だよね。ん？なんか音。待って待って。いいよ。待って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 。急に怖すぎ。オッケー、降りるよ。あ、来た。ブーン。ブーン、セーブ。さて、いや、怖えな。あいつまだ戦うのかな。戦うとか追ってくるのかな。急に怖すぎた。ねえ、やばい。いや、さ、なんか超ドキドキした。なんでこんなとこに靴。ここに靴捨ててんの。いっ。うお、なんだ。めっちゃ靴捨てられてんだけど。靴か。バケツがある。うん、ちょっと周りを見渡しさせてもらう。すげえさ、言っていい？うん。気になるポイントがあるんだけどさ。何？ここは普通に立てるじゃん。うん。多分靴の上はのそのそ進まなきゃいけないんだけど、うん、あそこにあたかもなんかあそこに乗ったらセーフだよみたいな。うん。カバンがあるのをすごい気になるんだけどさ、これ降りて平気なのかな。やってみよう。おーおーおー、相当鍵分けてる。心配しすぎ。待って待って、やっぱなんか来てる、なんか来てる、なんか来てるやん。やっぱあるよこういうの。なにこれ、なにこれ。で、これがセーフ。おお。なんだったの今の。うん、怖い。下に何がいるの。怖い。なんか、じゃあ次あそこだろう多分。ここは多分橋で飛んだ方がいいのかな。近い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 。危ない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 。何何怖い。一体何がいるんですか。M 氏がマジでビビってます。いや、ちょっと怖いな。は、次どうやって行くの。え、あの距離を行かなきゃいけないの。結構早いぞ。よいしょ。あ、終わった。やばい、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 いや、行ける行ける。ギリ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 間に合う。ギリギリ間に合う。あー、ドキドキすんなこれ。危ね。下に何がいるの。ちょっとプカプカしちゃう。バック超怖い。もう一生降りたくない。やば、お腹痛い今ので。うわ、でもまだホラーは続くぜ。ちょっとこっからバンバン出てきそうですね、こういうのが。え、ネズミが。
干されてる。干されとる。奥を。いやドキドキする。あ、何のハンドルだろう。まあいいや、先進もう。いやなんかやだな。びっくりした、びっくりした。走って走って、スライディング、スライディング、走って走って、普通に。え、追ってこない？どっか、いや来てます、来てます。来てる、あ、来てる来てる。え、どうすんのどうすんのこれ、どうすんのこれ。走って逃げられんの？あ、隠れて。あ、隠れるの？エレベーターだ。あ、でこれで隠れて。あ、でもあそこのボタン押さないと無理だよ。あ、入ってくるかーい、入ってくるんか。でこいつ目が見えないし、下木だよ。足音立てたらバレる。かわすぎるだろ。どうすんの、どうすんの。一緒に寝るのか。やだやだ、こんな状況だよ。一緒に乗らないで。待って、手を伸ばさないで。これ動かなきゃいけないのかな、もしかして。あ、ぽいぽいぽい、あいついろんなところに手を伸ばしてくるっぽいな。で音鳴らないか。そっちに手を伸ばさないで、手を伸ばさないで。こっち向いてる。あ、ノーム、そんなところにいたんかい。さっきエレベーター待ってたな、そういえば。あー、で引き連れてってくれるから行っていいのか。ドキドキするわ。いや、心臓いて。待って、どうするこれ。あ、猿。あ、これ音鳴らして。あ、音鳴らす感じ。な、え、鳴らしていいのかな。いや、多分まだダメでしょ。投げたら鳴る。これどうすんだ。え、またどっかであれポンポンしなきゃいけないのかな。かな、うん、あいつをおびき寄せて、あ、なんかやんなきゃいけない系か。でもそれ扉がこっち側じゃん。うん、右側。右側だから左側にとりあえず投げてみて。あ、そういうことか。え、理解。待って、扉、え、扉左で合ってるよね。右な。あ、右で合ってるよね。合ってる合ってる。これであいつが出てきたところに扉入るということか。わかんないけど、とりあえずこれであいつが飛び出してくる。右から来るか。わかんないけど合ってるかな。違うかな。お、来ない。あれ、違うのかな。じゃあなんだ？それか、あのおもちゃの顔を動かす系？か、動かせるかな。それか扉の前に激突させるとか。こうやる？あ、押せるの？え？あ、扉動かせるか。じゃああれは違うんだな。おもちゃ動かせてない？あ、動かせるね。でどこに持ってけばいいんだろう。ちょっと暗くて見えねえな。ちょっと一回周りを観察しよう。これ扉押せんのかな。押せないね。どうするの。この下の板さ、なんか微妙に。やっぱおもちゃ、おもちゃ箱はそこにいるんだ。動かす感じだ。なんだ今の名前。動かす感じだーつって。あ、動かないんですけど。いや、船の傾き、どう利用するのかな。重っ。それか船じゃない、引っ張る系。あの、こっちに動かせ、こっちか、なかった、さっきから。あ、こっちには動かせない。これで、で、板外せんのこれ。ん、右側行って。右側、はい。あ、おー、なるほど、そういうことか。で、下から行くのね。あ、これ登れ、ん、ノム君いるね。あ、登れない、あ、登れた。上にいる。さっきの猿の人形の音でなんで出てこないね、お前。つか、なんか、なんか人形作ってんのか。怖すぎる。あ、これ上がれるね。ちょっと先見よう。あ、猿の人形またあんじゃん。猿、やっぱ猿なんか使うんだろうな。あ、こいつもしかしてシックスちゃんみたいなのを使って人形作ってる系。また猿いる。な、猿めっちゃいいんじゃん。本当だ、やっぱ猿なんか使うのかな。で、ここで行き止まりってことはさっきの端っこから登らなきゃいけないんでしょ。で、どうせなんか音が鳴る床になってるだろうから。あ、悪いやつあった。終わった、平気なの。えい、さすがにこれは違うでしょっていうことで。あ、移動してんな。じゃあちょっと足音立てずに行くか。シュールだな、この辺、ね、でもなんか結構怖くね。距離近い。つか今上がったらやだ な、 今じゃないな。あっち行ったらにしよう。行くかな。あ、まあちょっと怖え。なんでさ、あのシクスちゃんこんなに可愛いフォルムしてんのにさ、あれ何やってんの、あれ。ネジ巻いてる。ちょっと登ってみる。いや怖いな。
あ、猿動いてるし楽しんでるのかな。え、なんか心臓バクバクなってるけど、あ、やっぱ近いと心臓がバクバクなるのかな。これ足音鳴る床、とりあえず走らなければ大丈夫そうですね。あ、ここでちょっと待って、どこ行った。あ、いるね。で、ここで何しなきゃいけないんだ。向こうに扉あるよ。あそこ入れるか、わかんない、開けられなさそうだけど、ちょっと先に進んでみよう。紛れてみてよ、その人形たちに。あ、ダメ。あ、ん？ん？立った。あ、これダメだ、人形たちに紛れられない。なんかあんの？あ、タンスの上に登れそうだな。上にもしかしたら出口があるのかもしれん。っていうことは、あいつを鳴らしてこっちから。ゴリラって言っちゃった、猿だし。で、ここら辺でな。あ、今ギシギシ、バレた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 。あぶねえ、あぶねえ、マジ怖え。敏感だな、こいつ。つか猿鳴らしてここに持ってきちゃダメじゃない？登れんの？それな。置いた。投げる。鳴っちゃうよね、音。えい、さすがに下までに聞こえないのかな。猿でもそこにもあるから。リスキーだな。まあ行くしかないね。よし、とりあえず床が。まあでも猿使わなくてもこっちにいるときに行けそうじゃない。じゃあ頑張って。オッケー。ちょっと一回試しにね。はい、なっ、はい、怖すぎ。怖いよ。で、音鳴らさないで。ちょっと無理。何に気づいたんだ。匂いとかあんのかな。じゃあゆっくり歩いてみて。はい。で、猿ちょっと奪還しよう。ダメだ、床鳴る。鳴る鳴る。超探すじゃん。やっぱダメかな。毎回避難すんじゃん。毎回ここに避難する。やっぱこっちに行ってから。いやー、ダメだね。